あっちゃんです。今日4月の24日、火曜日、あっちゃん家の晩ご飯やねんけどね、もう急に夕方昼過ぎから雨降ってきて、頭痛がひどいから簡単にできるもんにします。では作ります。もうこういうね、はい、もうこういうね、しんどい日はもう簡単に作ります。どうもね、雨が降ると、ダメ、ちょっとしんどい、ということでね、まあ、なことも言ってられへんからね。子供ちゃんはね、やっぱ子供ちゃんとかしんどくってもさ、お腹減るもん減る、家族は減る、お腹減ったらね、食べさせてあげないといけないし、頑張りますわ。あれ、ゴミ袋作ったのにわからなくなった。もう、いや、あ、じゃあ今日朝捨てた、今日昼から作ってないねか、わかれ、もういいわ。はい、ね、作っていきましょう。まずね、油を引いて、ここにね、豚肉をね、豚丼にするからね、豚丼にします、豚にするから豚丼にしますね、豚丼にしますってことでね、豚さんを、ちょっとで炒めていきましょう。切り落としてね、適当に切るわ。半分凍ってんね。チルド入れといたらさ、結構ええ感じに凍っちゃって。あちゃ。いやーもう。ある程度ね、
豚さんに色が色付きしてきたら、色が変わってきたらね、まだもうちょっと食べるからね。かーや、もうかいてる。換気扇に吸い込まれていった。キャッチ&リリースや。リリースちゃうねんか。はい、で玉ねぎ、豚丼といえば玉ねぎ、玉ねぎスライスします。あ、大きいのが入った。あんまり大きいとね、これは食べへん。まあ、ええけど、よいしょよいしょで、一緒に、ね、炒めていきましょう。しんなりするまで炒めていきます。味噌汁がね、ありがとうございます。ありがとうございます。漁師のまかない。まかない味噌汁が食べたいですから。まかない味噌汁をしましょう。今回ね、漁師のまかない味噌汁に、あの、じゃがいも入れ、ある程度ね、ある程度、止まってきたら、水。水をね、300入れてみた。ちょっとつゆだく方が美味しいかな。でちょっとこれで煮ますやねんけども、味付けがね、焼肉のタレで味付けします。今度は煮詰めていって味をつけていこう。さあどうかな。うん、いい感じ、いい感じ。もうちょっとこってりしたいな。思いつきです。これも焼肉のタレ丼ぶり。まあできる。これで煮詰めていきましょう。味噌がいいかな。どうしようね。もうこれで完成やねんけどね。もうちょっとこれ
さやで、これパクリやろ。え？フランチュール。絶対あれやろ。アルフォートやろ。いや。アルフォレートやろ。ちょっと待って、ちょっと待って。でもフランチュール。これ、なんか。やっぱりフランチュールやろ。アルフォート。宣伝の仕方思いっきりな、アルフォートやろ。フランチュールじゃないやろ、絶対。アルフォート、アルフォレートや。いや。はい、ね、みきちゃんに。みきちゃんにもお供えしましょう。じゃあ玉ねぎも入れてあげて。ちょっとお供えしていきます。ひかるちょっとお供えしていて。あとで作るから。では、いただきましょう。まずね、ご飯。で、はい、ご飯にね、卵を割ります。よし、でここに。豚丼の素をかけて、完成。これで食べましょう。豚丼です。